いらっしゃいませ、まかまかチャンネルです、はい、ということで今回は大師匠に来ていただきました。何をおっしゃいませ大師匠です。喋れなかったなぁ。いやあれ初めておったのは何年前？7年ぐらい前です。そうやな、あの時にあの釣りも行ったよね。そうです、あのサンテレビのビッグフィッシング。そうあの時にあのプロデューサーから、はい、あの釣れる魚なんですかって阪神署から聞かれたら、しゃべってくださいね言ったら、はい、あのー、言ってこれ残るんで、なんか知らんけどね、戦争終わったのに知らずに島で隠れてた日本兵みたいな顔でキョロキョロしながら、あのーって言ってた時に言ってましたね、はい、ね、はあ、今はこうやってあの MC やらせてもらってます。立派やっぱりね、叩き込まれてみやろな。もう勉強させていただいて、いつもおっしゃいました。ありがとうございます。吉本新喜劇も出ていただいたよ。ありがとうございました。もうね、めちゃくちゃ緊張しました。セリフね、僕見たらむちゃくちゃあったんですよ。大志君大丈夫かな、ごっついええ役でものすごいセリフがあって、はい、いい役いただいて、必死やったよ、はい、必死でしたね。え、はい、もうお宅とこのボスにお願いしたら何でも使ってあげる。ありがとうございます。いや、でも新喜劇はここ、ね、出たいと思ってても立てない舞台なんで、ね、えいや本当に素晴らしい経験で、ね、ちょうどあの時は、まあ、あのフルメンバーじゃなかったけどね、はい、吉本新喜劇のね、松村君とかね、テレビで見てる方々がギター持ってゼロー言って、ね、やっていただいて、そんなんでいろいろ出ていただいたりしたんですけども、はい、いや、そうなんですよね。いや、もうたまたまね、もうコロナ、うん、今コロナやからこう離れて座って、はい、別に仲悪いわけじゃないんですよ。嫁はんとはこんな状態です。仲悪いわけじゃないんですよ、ね、あのやっと劇場もね、はい、動き出しましてね、少しずつ、はいはい、それでもやっぱりね、うん、初めね1000人近く入るとこ80人から、80人そう で新喜劇はなしなんですよ、密になるから、あの距離が近いから、そうあかん、ほんで我々漫才もアクリル板置いて、はい、相方さんとの間、そうです、アクリル板置いて2メーター、2メーター、4メーター離れて漫才やってたんですよ。ほんで相方何喋ってるか聞こえへんのですよ、アクリル板で、うん、それがもうアクリル板取れて、あ、なんとか、ほんで今日はね、みその座で、みその座で、はい、公演させていただいて、寄らせていただきました。ありがとうございます。いつもお世話になってます。こちらこそ。あの前は40周年の時にね、そうですね、ここで皆さん来ていただいて、あのそう、吉本新喜劇からスタッフからみんなここでね、どんちゃん騒ぎさせていただきました。あれが5年前ぐらいですか。5年前、40周年の時ですから。ほんで今45周年。おめでとうございます。ありがとうございます。ほんでせっかくみその座ね、2日あって、はい、でここのボスからね、はい、全部やってあげるよって言って、はい、ね、打ち上げうちでねって言ってたんが、はい、残念ながら乗ってて、ね、はい、また落ち着いたらぜひ、はい、また落ち着いたらまた、はい、またやっていただいたら、はい、その時はうちの上の、はい、吉本の上の門もぜひともお願いしますという吉川というのからの伝言を、はい、受け賜ってきました、はい、よろしくお願いよろしくお願いします、はい、12月はでもやれそうなんですかね、そもさんどうなんでしょう、毎年やってるもんね。そうですよね、もう僕もすごい楽しみにしてて、ね、はい、ね、もういつも差し入れとかいただいて本当にありがとうございます、ね、まあ、今年もできるといいですね。そうですね、まだその時はぜひとも遊びに来ていただいて、はい、ながら、はい、あのここが命でございますからもうそんな言っていただいて、ここを掘っては通れないという私はで掘ってたかで、なんか知らんけど見つけてきはりますそういうお店です。すごい情報もやね、ここね、え、誰がどこで何してるって、俺何時何分にトイレしてんのも知ってんのちゃう。いやいやいや、知らないです、それは。いや、調べてると思うで、何から何まで知ってんのもこう怖い怖い、師匠、今度名古屋来るで、ちょっとこれ分かる人分かるんでやめてください。その時わしらも行くで、はい、すいません、はい、一人ばっかりしていつもお世話になってます。ありがとうございます。どうぞどうぞ。まあ、ちょっと話あれなんですけど、はい、師匠お元気そうで。もう元気ですけどね、ほんと心配しました。体はね、ちょっと一時調子悪くて、あの今ではあるんですけどね、はい、ミニエルなんですよ、うん、まあまあお医者さん曰く耳の、まあ言うたらあのかさぶたみたいなこの中に入ってる、はい、それがねガラガラっとめくれる時はグーッと、あのね40日間ね、この間元気やったんですけど、はい、あと20日間ぐらいがね1日何回もめまいが起こって、ほんで、はい、倒れて動けなくなるんです。ほんで汚い話ですけど戻す、はい、で3時間ぐらい経ったらスッとして、めちゃめちゃしんどいじゃないですか。しんどいです。ほんで戻してるからお腹すくからガバガバとご飯は食べれるんです、うんうん、そんなんがずっと続いてて、でね、ほんでミニエルやと思っててまたクラクラするから、うんうん、お医者さんに見てもらいにまた行ったら、うん、ミニエルやろ、まあもっぺん頭 MRI 取るかって言ったら、うん、今度は脳梗塞やったんですよ。
でね、早く直さなあかんなって。でね、はい、脳梗塞って分かった時に、あの NHK の朝ドラで、はい、喫茶店のマスター役でもっとずっと出れる予定やったんですけど、はい、あのセリフ覚えれますかと、あの脳梗塞になったら記憶もなくなるみたいなんで、もう退院するときすごいですよ。今の師匠は何ですかって言われんねん。そんなにね、ポンとやった安倍さんって分かってんねんで、はい、分かってくる言われへんねん。あのお医者さんから質問を受けて、いやごめんなさい、どうすれば出せますと、でもあのアメリカはトランプさんです言うて、ほんで絵本を見て、これ何ですか、犬、これは猫、バカにしてるとか、それがあの卒業テスト話題で、脳梗塞になって、でやっぱりね、どこのお医者さんも言うんですけど、はい、あその後やね、はい、天皇陛下さんと行かなあかんかったんや、主人公賞をいただいて、陛下のとこへ行けますかと、すごいね、やっぱり調べてるみたいで、嘘かほんまかしないの、あの、そこを、はい、そこを、完璧やったらしいです、間違いです、用したんでね、あの周りには何にもないですと、何だったらそういうの賞いただけませんか、ほんで、芳名殿というね、よくあの宮中晩餐会するとこ、あの、例えばトランプ大統領が来たりとかしたら、使うね、皇居の中にある、そこへ入れてくれますね。すごい、どんなお部屋なんですか。あのね、強烈な広いところで、ほんでうちの息子もね一緒についてきたんです。そうなんですね。はい、ほんでちょっと待たったら、そこからすぐに宮内庁の方が、ただいまより宮内庁がお仕切り申し上げますって言うと、途端に議員さん全部そこへ、ほんでうちの息子も、息子やで、関係ないので外へ出てください。扉ガシャンと閉められて、ただいまより陛下がご登場なされますって言って、で天皇陛下様がずっと来て、おめでとうございます、おめでとうございます。ほんでね、こう前へ飛ぶでしょ、だからこうやっぱ見たいですよね、これはダメなんです、首で追いかけてはダメなんです、体を回す、ずっと体を回して、陛下が後ろ行ったら我々がこういう風に、で相方が小さい声で、おいらはひまわりかそれいやその緊張感の中で言われたらちょっと面白いですね、だいぶ面白いなと思いながら、ほんでまあね、私の横がちょうど石川さゆりさんやったんですよ。でやっぱりね、今の時代テレビも見てるのかな、あのそのね石川さゆりさんのとこに来て、わかんねえよくで、つって言うてんのがわかんねえ、僕もなんか言うてほしいの、僕の前でパッと止まってね、あ止まってくれやった思って、実際ねって向こう言ったら、嘘やろ嘘の場での嘘ないやん、ですよね、びっくりした今そんなことあるんだと、そんなないやん、なんですけど、まあ皆さんおめでとうございますって言ってね、はい、あの労をねぎらってずーっと呼んでお帰りになられて、はい、ほんで症状もらって、症状がすごい、あ今度見せるわ、あぜひ次の時、はい、あのねすごいね、日本国話から始まったんかな、ここ見せるわ見せるわ、はい、今度もうあんまり言うたらあれやから、はい、すごいね、高田明則に対してっていうね、かっこいい、かっこいいね、はい、ここ今度持ってくるわ、ぜひぜひ、それあのこのチャンネルで皆さんにいいんですか、うん、あ見せるわ、いやもうあの額にちゃんと入れて、ほんで、はい、勲章というかね、これ、はい、褒章のこと、はい、全部ありますから、それ見せますわ、ありがとうございます、